なるところですこの後はビジネスそのビジネスの要の一つと言われているのが人脈ですどうやって作ればいいんでしょうかマイビズ担当は田中キャスターですマイビズ毎週金曜日はビジネスの最前線を考えるビジネスフロンティアをお送りしています で今朝のゲストは無料送金アプリ決済アプリを手掛ける企業の代表取締役 <got> 荻原光彦さんで荻原さんにお聞きするテーマですけれども <Holy shit. S 1> 人脈術です荻原さんはあのご自身で起業されてその会社を今経営されてますけれどもこれまで人脈はどういうふうに役立ってきたんでしょうか あのまあ、我々のイメージだと人脈っていうよりは、まあ、出会いっていうことなんですけど私のこれまでの企業の経緯とか、うん、いったもの全て誰かの助けとかきっかけとか、まあ、縁が運んできたものだなと思ってます<い>企業も人脈がきっっかかけだったんですかそうですねあの今私が経営している送金サービスプリンっていうのに関して言うと企業のきっかけになったのはある種こう決済業界で決済といえば荻原だっていう評判がちょっと広がって。 もともとみぞ銀行とあるベンチャー企業さんでこれをやろうっていう話になったんですけど、まあ、それを誰がやるかってなった時に「あそういえば荻原っていうのがいる」って言って、まあ、声がかかったっていうのが、まあ、きっかけだったりします、うん、無料送金アプリというのは言ってみればアプリを使った決済のようなものなんで評判が上がったかっていうと実は10年以上前からその決済情報業界の情報とかをレポートにして無料で 関係者とかにずっと配ったりしてたんですねでその行動自体は正直私にとって一円にもならないし、うん、仕事ではなかったんですけどそういう地道な作業をしていくことで決済に詳しいおぎはっていう評判が広がったっていうそれがきっかけになったっていう感じですね、うん、その時は特に見返りを期待していたわけではなくて、はいはい、自分がいろいろ決済について調べたことをみんなにシェアしていったらいつの間にか決済について誰よりも詳しい、うん 決済だったらおなあっていうその、まあ、キャッチフレーズようなものができていたということですか本当にそうですねやっぱり見返りを求めないっていうのが結果的に人脈作りで一番重要なことだと思います、うん でここののの会社を起こしてていででももやははり人脈っていうのは生きてきたものですかあそうですね例えば例で言うと一昨年資金調達を我々させてもらって日本合算っていう会社に出資していただいたんですけどもそれも以前もう23年ぐらいですかねあの日ガスさんに対して私が以前の会社で、まあ、コンサルタントというか相手のまあ本当に親身になって貢献をずっとしてたんですね。 でそれからまた何年か経って出資今回していただきたいんですけどって話したら、まあ、お前だったらいいっていうことで出していただいたっていうこのお前だったらいいっていうのは一つ鍵かもしれませんね、はい、本当にそこは信頼ベースで決まったなっていうふうに思いますで逆にこの例えば人脈で誰か他の人からこの人を使ってほしいとかそういうこともあるんじゃないですか会社経営始まると。ころで よくく雇ってくださいとかいい人いますよっていうふうに、まあ、来るんですけどやっぱりそこはシビアに貢献できないっていう人は仮に仲が良かったり例えば飲み会で <laughs> ものすごい仲いい友達だったとしても誘わないというか要はまあ仲がいいイコールビジネスの人脈ではないっていうことをはっきりと区別しないといけないと思いますじゃあそういった経験から、まあ、荻原さんはビジネスにおける人脈っていうのは、うん、どのように考えてらっしゃるんですか 今やっぱりインターネットがあるんでこう情報って調べれば何でも手に入るんじゃないかって皆さん勘違いされてると思うんですけど本当に良質で価値の高い情報っていうのはやっぱり人を介してじゃないと聞くことができないっていうのは昭和の時代からそれは全く変わってないと思います。うん、でビジネスにおいてその人物金に関す。るる情報ととかかそこここは全ててて人人を介ししですねで例えばのの分野だったらこの人が日々研究してるとか この情報だったら、この人が詳しいみたいな人と。しっかりと関係構築をしていくっていうことが大事ですね。ビジネスはやっぱり人がハブとなるとかも鉄則なんで、そういうところは常に考えるようにしています。 ただ、そのまあ、キーマンと知り合いたいとか流れたいということで、<laughs> よくそのまあ、飲み会だとかですね。うん、業種交流会だとか、そういうのをあの行く人います。けれども、荻 <laughs> 原さんもそういうことをされるんですか？えっと最近はもうしなくなりましたね。うん、で、そもそも人脈作りっていう発想はやっぱり良くないと思うんですよ。うん、人脈って。 イコールその結果でででしかないと思うんですね、うん、でよく誰々さんと知り合いたいみたいな気持ちはわかるんですけど、うん、あのやっぱそうじゃなくて誰々さんに今の自分だったらどういう貢献ができるかっていう発想に変えない限りやっりいい関係構築っていうのは作れないんじゃないかなと思います。 一方的に自分が必要だからその人と知り合いたいとか人脈を築きたいんじゃなくて自分がががまずどういうういい貢献ができるるかっててとところが問われてくるとあそうですね、うん、本当にそのやっぱりなんかあれくれこれくれっていうくれくれっていう人がビジネスしててもやっぱ大半なんでもやっぱ人脈の数って知り合いの数じゃなくて自分が価値を提供した人の数だと思うんですね。うん だその前に頼まれて何かを、こっちがしてあげたことがあるっていう状態を作っとかなきゃいけないと思います。そうしますと、こう自分自身が、まず相手に貢献できる何かを持っていない、うん、ということは。まあ、言葉は悪いですけど、人脈は作れないということですね。<laughs> そうですね。ただ貢献は、例えば二十代の若者で、何もない人が、じゃあ、僕は貢献できないかっていうと。別にそんなことはなくて、例えば、私が、こういうインドネシアの。 経済の情報を知りたいんだとなった場合に代わりに僕調べてきますって言ってレポート作ってくればいいと思うんですよ、うん、その人はインドネシアに今詳しくなくてもインドネシア語が喋れなくても一、うん、週間あれば多分作れると思うんですよね、うん、そ,うそういうイメージですねなるほどそうすると荻原さんが無償で決済の情報を集めて提供したのと同じように いろんなこ,うこれから自分の関心ある分野を作っていってもいいということですかそうですね決済といえばギャラっていうのも一つのフレーズ化だと思うんですよ結果的に私の場合はそうなりましたけども自分の情報をやっぱフレーズとして持っとくっていうのはすごく重要だと思います例えば新聞を毎日もし樹脂読んでる人がいたとしたら「新聞を樹脂読む鈴木です」とかっていうフレーズっていうのを自分で作るっていうのはすごく大事だと思います。お<ー>で経営者って やっぱり毎日新しい人に会うんで、うん、こういうことを言ってはあれなんですけど顔も名前も覚えられないんですよほとんどの人が印象がないんで、うん、その中で例えば新聞を樹脂読む鈴木ですって言われたら、うん、絶対覚えてると思うんで、うん、なんかそういうフレーズをやっぱり自分の中で作っていくっていうのはすごく大事だと思そうすると人脈作りの第一歩は自分自身の強みというか。 何で自分が貢献できるかっていうところを見つけていって、はいええ、それをキャッチフレーズ化するというところがまあスタートになるんでですすかねね、うん、そうですね自分だったら何が提案できるかっていう自分が持っている情報をやっぱ先出しをしていくっていうことを心がけていくっていうのは一番重要ですね。 今日のテーマ人脈術2.0 <laughs> ということで、まあ SNS 時代、うん、まあインターネット時代、そのよくフォロワーの数だとかフレンド、友達の数だっていうじゃないですか。はいうん、それはやっぱ数ではないですか。そうですね。人脈をやっぱリストって考えちゃうと失敗すると思います。うん、人脈イコールそれこそフォロワーの数、うん、名刺の数、知り合いの数ではないということですね。 いざ何かお願いした時に「ああ考えとくね」って流されちゃう関係なのか「あいいよお前のためにちょっと俺が本当にやるよ」っていうふうに言ってくれる関係なのかっていうのがすごく重要だと思います、うん、そうするともうただ数が多いだけじゃなくて、うん、本当に自分のためにやってくれるあるいは自分もその人に貢献できるそういう関係を作っておくのが本当の人脈づくりだとはい、はい、あのビジネスにおいてはやっぱり貢献するされるっていう関係でしかないと思うんで。うん やっぱ質の高い関係を一つずつ大切に作っていくっていうことですね、うん、だ絶対的にもう量より質でやっぱ飲みに行くような仲間100人よりもいざっていう時に黙ってこっちの頼みを聞いてくれる一人がいるかどうかが本当に重要だと思います。じゃあ私の周りにも飲み仲間の多い人はいるんですかね。<laughs> <laughs> 本当にどこまで人脈カットとまた別の次元だということですよね、うん、そうですね。うん はい、えー、人脈は量よりまあ質だということですね。小木ノさんどうもありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、眉付さんは小木原光彦さんにお聞きしました。